はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。 This is a police。 続きをプレイしていきましょう。まず新聞の一面からチェックしていきましょう。フランシス・ケンドリックの捜査再開の可能性。これフランシス・ケンドリック一家はクリストファー・サンドのギャング集団に殺されましたよね。むごい写真が送られてきましたが、それとあとは人種差別者集団、街を荒らす、これは市から黒人警官を全員解雇しろっていう命令にね、拒否したわけなんで、ちょっと興味のある記事ですよね。で、最後、ザ・ファクトは、フリーバーグ2番目のタワーを建設予定ということですね。では、早速、元気に今日も出勤しましょう。People of Freeburg have built up a tolerance for the petty horrors of modern life. You'll never see crowds gathering around a beaten passerby. まあ確かに誰かがリンチされていて、やめろってなかなか言いづらい社会の雰囲気になってますよね、日本も。Been a long time since people got worked up about stuff like that. So when I ran into a troubled crowd on the way to work, I knew there was something serious going on.Something bad enough to knock these people out of their daily rhythm. And we're talking about people who would step over a corpse if it was blocking the door to the coffee shop. But apparently all it takes is a bunch of leaflets, or spreading broken glass across Main Street, or releasing a couple of hundred rats in the ice arena. The mysterious figure taking responsibility for these strange acts goes by the alias Robespierre.Nobody knows who he is, what he wants, or what all this adds up to, from the buckets of lard spread on the sidewalk to the front door of City Hall covered with ostrich feathers. But this strange cross between childhood pranks and cheap theatrics has got the people all worked up. Everyone understands when some Freeburg crook satisfies the basic human need to rob and kill.But when someone steals a lion from the local zoo and locks him in a cell below the courthouse, the people start asking questions. Myself, I kind of like this Robespierre. It's not just the pranks he's pulling or his green bull's head emblem. I just like his funny nickname. Robespierre が笑える名前。Really? Who does that make me? The Marquis de Lantenac? I don't think so.In the old books about revolutions, I fancy myself the old gunner who goes off to war with a bag of damp powder. Or maybe the innkeeper who tops up the beer keg with mop water. これがロベスピエールの紋章というかね、印なんですね、きっと。さあ、では、今日は新任の副所長。マーティン・ステッドがやってきたんですね。まあケンドリックは死にましたからね。グッドウィンは今日欠勤か。グッドウィンめ、まあ、ただシフト A は精鋭揃いなので十分に回るでしょう。レコードの購入、レコードはプレゼントとして贈られたり、仕事に対する感謝の印として贈られることもある。もちろん今すぐコレクションを増やしたければ購入も可能だ。ちょっとカタログ見るだけ見ようかな。バラエティ豊かなレコードがどこよりも安く購入できるよってなってますね。ベートーベン。ほう。これね、押した瞬間に買うっていう可能性があるんで。というのも、その、前回、警官を一人解雇しましたけど、あの時もちょっとどんな感じになるのかなと思って押した瞬間解雇になってたんで、ちょっとね、あのクリックは慎重にやりましょう。最新タイトル、ダークマーフィー。あとは近日リリースタイトルもいくつかありますね。なんかもっとポップなものがいいよね、どうせだったら。まあ、今はこのカントリーソングに耳を傾けましょう。さて、
ではここからなんですが、マフィアのサービス、マフィアは非常にユニークなサービスを提供してくれる。今やマフィアの一員といっても過言ではないあなたなら特別価格でサービスを受けられるはずだ。どんなサービスあるんだろう、めっちゃくちゃ興味あるな。庶務の中にサンド一家がある、なんかおかしいよね。サンド一家のサービス、まずは進行中の犯罪に関する特別報告書の内容がマフィアによって改ざんされ、現場に出勤した全ての警官が命を落とす。特別捜査の内容がマフィアによって改ざんされ現場に出勤した刑事一人が命を落とす。まあでもこれな、まだ自分に反抗的な警官がいるわけでもないからな、やめましょう。しかも金もかかるわけだな。で、脅しというのもあるんですね。ちょっとまだ選べませんけど、検察当局で聴聞会が行われる前にマフィアが委員会のメンバーに脅しをかける。35,000円、そもそも35,000円金が払えないっていうね。副署長のサポート、新任の副署長はケンドリックほどの利き腕ではないものの、思っていたよりは使える人間らしい。時間がないときに職務の一部を依頼することも可能だ。もちろん経費の負担とランチをおごってやるのも忘れずに。おー、ちょっと早速じゃあ副署長の様子を伺いましょう。まず警察学校、職員に訓練を受けさせよう。あとは、タレコミ屋を雇う。ほう、職員の一人をタレコミ屋として雇い、重要な情報を集めよう。あと証言者、これちょっとまだ選べませんね。あなたに不利な証言をしようとしている職員の名前を見つけ出そう。いいですね。そしてさっきのマフィアに依頼して消すわけですね。で、バーベキュー、職員のために野外パーティーを開こう。これ僕だったらすげえ迷惑だよな。いや実際会社でもあるんですよ、バーベキューパーティー土曜日にやりますとかね。もう絶対行かないですけどね。土曜日ぐらいそっとしといてくれと。で、刑事に相談、引退済みの経験豊かな刑事に捜査を手伝ってもらおう。料金はリーズナブルだ。マジか、5万ドルかかってリーズナブルか。5万ドルってだって500万円でしょ。口止め、あなたに不利な証言をしないように職員に口止めをしよう。1200ドル、まあちょっとまだいいかな。あとバーチェジュニアに、ここははい、家が選べるんだね。警察学校にちょっともう一回行ってもらいたいぐらいだけどな。であと統計データですね、残り日数とかがここで分かるわけだ。週給1200ドルで、犯罪解決の成功失敗もここで分かると。ほう、いいですね。まあ、80% がモットーだって言ってましたからね。で、スポーツシューズ店での窃盗事件、2人の若者が陳列している商品の中で一番高価なスニーカーを試着したまま支払いを済ませずに店から逃げたと靴屋の店員から通報があった。これ朝の8時だよ。朝の8時にそんなことするかな。ちょっとおとなしくしといてほしいよな。ただこっちの方が精鋭揃いなのは間違いないんで、で殺人未遂か。先にスポーツシューズ店の方が入ってきましたね。10代の少年若者たちが店の近くで立ち話をしながらタバコを吸っている。お互いの靴を褒め合っている。これもうさっさと遠くに逃げた方がいいと思うんだけどな。どうしようかな。まずは靴を返品した方がいいぞっていうね、なんか物分かりのいい大人の警官の様子を呈しましょう。お、捕まえた。さすがだな、バンダールは信頼できる警官だ。で、殺人未遂ですね、今度は。
普段より早めに仕事を切り上げて帰宅した夫が見たのは、ベッドで別の男と寝ている妻の姿だった。不倫だな。これは矢口まり事件と言ってもいい。夫が収納棚からライフル銃を取り出すのを見たメイドが警察を呼んだと。気持ちはわかるけどね。これは矢口まり事件と呼ぼう。テレビはそんなに見る方じゃないんですけど、矢口真理完全に復帰してる感じなんですかね、テレビの方には。さて、市からですね、今日はフリーバーグでバックトゥーザフューチャーのプレミア試写会を開催するのだが、映画配給会社が入り口に警官を配備するよう市に依頼してきた。客が館内に携帯カメラを持ち込んでいないかを確認するため。はあ、これはじゃあガードナーを出すか。適材適所っていうのがね、あるはずですからね。殺人未遂の報告が入ってきました。お、捕まえたね。これさ、どっちが悪いかって話だよな。妻の方もね、矢口真理の方も良くないというか、矢口真理が良くないでしょ。ただそれに銃を持ち出しちゃったら立場が逆転しちゃいますよね。フリーバーグ小学校での暴行事件。親権を奪われた若い父親が自分の娘を学校に迎えに行こうとした。娘へのコンタクトを教師に拒否された父親はその教師に襲いかかって地面に殴り倒し、彼女を蹴り始めた。これ女教師だったんですね。よくないよ。これはじゃあ精鋭ストロングとグラントを派遣しましょう。いや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 、ストロングよ、ストロング。いや、バーチにするか。バーチにしましょう。バーチの顔結構好きな顔だからな、このしょぼくれた感じの顔。続いてはウルリッヒ・ビーバー。実はちょっと厄介な問題があるんですが、共通の友人のチャールズ・ディルに、あなたなら力になってくれるかもしれないって言われたんです。このチャールズ・ディルって何者なんでしょうね。共通の友人って知らないけど。ご存知の通り、僕はフリーバーグで一番大きなミュージックショップを経営しています、ところが最近元妻に訴訟を起こされて、僕のレコードコレクションの半分を持っていかれてしまったんです。その中にはかなりのレアものも含まれています。妻は警察をすごく恐れていて、法を犯すようなことは絶対にしません。もしあなたの部下数人が彼女の家に行き、重要な事件の証拠としてそのレコードが必要だといえば、令状を見せなくてもすぐに渡してくれるはずです。おお、こういう悪どいことはね、ストバルですよ、ストバル。ストバルとスパーチジュニアにやらせましょう。彼らにはだってわからないわけですからね、こんな裏取引があったっていうことは。ただただ所長から重要な事件の証拠だから取ってこいっていうだけですからね。ここはストバルとバーチジュニアだ。と思ったんだけど、あれか、3人出さなきゃいけないのか。となると、まずはこの事件、迷惑行為ですね。現代美術館警備員によると、何者かが展示ホールに侵入し、芸術作品にペニスの絵を落書きして部屋に閉じこもった。ペニス落書き事件だな。これを行わせた後、3人出さなきゃいけないのか。3人出すってなると、まあ下から2人だな。あとは暴行事件の方の女教師を殴り倒した方ですね、こっちは事件が解決しましたね。で、マフィアの依頼、クリストファー・ジーサンドの依頼ですね、ジャック、今日の22時09分にエンジニアリング施設でちょっとした用事がある。札の邪魔が入らないようにお膳立てしてくれ。俺は4000ドルで十分だな。4000ドルか、悪くないな。40万でしょ。
22時9分って言ってたな。ってことは22時9分までは少なくとも仕事をしている状態を維持しなきゃいけないんだな。警察が到着した際すべての電気がついていた。これは現代美術館でのペニス落書き事件ですね。美術館の管理人はここで働き始めたばかりなので解雇されないか不安に思っているようだ。警察から落ち着くように言われると男はトイレの個室を指さしてアーティストがそこに閉じこもっていると話した。ほう、隣の個室からちょっと覗いてみましょう。上からね。何？恐怖に怯えて泣いている若い男がナイフを手にしている。その男はパフォーマンスアートに参加するはずだったのだが誰も彼のことを理解してくれないと言っている。男は投稿を拒否しナイフで自殺すると脅している。はあ、君の仕事について教えてくれないか。ナイフを奪い取る。心配するの何も問題ない。私たちは話がしたいだけなんだ。そうだな、この手のアーティストにはまず自分のことをこうなんていうのかな、表現したいっていう思惑とか思いが強いんじゃないかと思うんで、仕事の内容について聞いてみましょう。逃げられたか。でウルリヒビーバーに力を貸したらお礼にあのジェナーロ・クレスポのアルバムをプレゼントしてくれたんです。残念ながらバージージュニアロックファンなのでがっかりして仕事の後に速攻で飲みに行きましたけどねっていうことで、これは、レアなレコードを取り返すために協力した事案でしたね。で3000ドルか。3000ドルってことは30万でしょ。全然悪くないよな。22時9分までは帰れないからな今日は。さあ22時9分になったぞ。エンジニアリング室で窃盗事件だ。これは無視しましょう。何もしない。何もしなければいいんだよね。お、クリストファーサンドから来ましたね。何もしないだけで4000ドルか。なんか悪事に手を染めていってる気がするな。ただ何もしないというそれだけなんですけどね。で、精神テスト視聴者からですね。ジャック退職した警官トマス・ブレインの話は新聞で読んだだろう。気が狂って妊婦を撃ち殺したんだ。こういう悲劇を二度と起こさないためにも50歳以上の全ての警官に精神テストを受けてもらうことにした。それには君も含まれる。明日の朝エレノラ・ウォーターベリー医師のオフィスに行ってくれ。遅れるなよ。なんだ、あの妊婦を殺人したクレイジーなやつは元警官だったのか。そりゃ大々的に報道するよな。というわけで今日も2時になりそうなそんな感じですね。おっと、やっと帰れる。帰りましょう。いやーかわいそうだな。ストバルはちょっと休ませてあげたいけど。さあ、じゃあこれで今日の仕事は終了しましょう。はい、というわけで7日目お届けしました。ペニス落書き事件に矢口真理事件とね、豊富な事件を裁きましたが、さてさて次は何があるのか。この続きは次回プレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。